はい、それでは皆様大変お待たせいたしました、ここからは世界耐久選手権第3戦ルマ24時間レースで優勝されました FCC ホンダフランス、すいません TSR ホンダフランス、藤井正和総監督の取材会とさせていただきたいと思います。申し遅れましたが、私後半の司会を担当させていただきますホンダの村瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして出席者をご紹介させていただきます。FCC TSR ホンダフランス藤井正和総監督であります。皆さん拍手をお願いいたします。それでは藤井さんご着席ください。それではですね、まずはじめに、藤井正和総監督の方から本日ご出席の皆様に一言ご挨拶をいただきたいと思います。じゃあ藤井さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、藤井です、これは聞こえてますかね。あ、はい、はい、これで、はい、改めて、TSR、FCC TSR ホンダフランスの、藤井です。今日はよろしくお願いします。我々は、古くはですね、私の父が、ホンダ宗一郎さんに拾ってもらって、レース始めましてね、鈴鹿サーキットを作られたので、お前は鈴鹿に行けと言われて、それから、鈴鹿に移って、今に至っているのが我々の、一つの流れなんですね。で、今回ですね、今年の、耐久選手権の、報告というか、皆さんに、お話をしたいと、思ってここに来ているのが、今の現状です。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、まずはじめに私の方から、FCC TSR ホンダフランスの2019-20、世界耐久選手権の振り返りをさせていただきます。2019年のボルドール24時間、19年から新設されました、セパン8時間で、2014年、4月のルマン24時間、6月のオッシャーズレーベン8時間、そして、本来ですと7月の鈴鹿8体をグランドフィナーレとして、年をまたいで開催する予定だったんですが、ご存知の通り新型コロナウイルスの関係により2020年のスケジュールは大きく混乱いたしました。その結果ルマン24時間が2020年8月29日30日の無観客開催、そして9月の26日に最終戦としてボルドール、あ、ごめんなさい失礼しました、エストリルで12時間レースが、これも無観客レースで開催されました。今シーズンは全4戦でのチャンピオンシップが争われることになっておりましたが、まずは2019年ボルドール24時間レースのことについてお聞きしたいというふうに思っております。トップを走行中にですね、残念ながらエンジンブローによるリタイアとなってしまいました。開幕戦を落としてしまった率直なご感想を聞かせていただけますでしょうか。はい、新しいバイクにしたんですね。これはホンダさんと一緒にやらさせていただいてですね、我々旧型を、使ってまして、やはり、営業的にも良くないと、そのイヤーモデルというかですね、現行車種を使おうということで前年握ってですね、新たなものを開発して、投入をしました。よって実績のない、オートバイだったので、いざ蓋を開けるとどうなるかちょっとわからないような状況も、ありながらですね、投入したわけです。しかし、前年のものと比べると、馬力もあるし、いろいろな制御系もですね、かなり、アップデートできてるし、先ほど言っていただいたように、決勝レースとしてはですね、引っ張るぐらいの、イメージで、走っていたんですが、残念ながら、エンジンブローしまして、バルブスプリングが折れましたね。ピストンとバルブが当たってですね、ピストン穴開いて、コンロと折れて、エンジン全損という段階でも修復不能になってしまったので、このレースを落としました。はい、後悔はしてません。はい、ありがとうございます。続く、セパン8時間レース、このレースでは、レース残り1時間目前のところで、トップをキープする走りを見せておりましたが、
痛恨の転倒、ピットに戻り約8分の修復の後、コースに復帰、順位を28番手まで落としましたけれど、懸命の走りを見せ残り30分を切るところで、ポイント圏内となる20番手、そして最後の周回で2台かわして13番手をもぎ取ることに成功しました。このレースでは素早いピット採用が、貴重なポイントを獲得したと思いますが、チームスタッフについて、ぜひお聞かせいただきたいと思います。はい、我々ですね、日本が母体で、まあ、会社を経営している、集団なんですね。まあ、しかし向こうは向こうでですね、まあ、我々からするとですね、こっち側の我々からすると傭兵部隊みたいな、まあ、スタッフを集めて、ずっと戦い出しました。まあ、こっちはですね、会社日本の法人では正社員もいて、レース部門やいろいろな部門で働いてくれる人たちもいるんですが、向こうはもうみんな契約です。1年間の契約で、まあ、集まっている連中の、集団なんですね。メインはスペイン人とフランス人、基本的に日本人はいません。はい、でそういう流れの中で、レースの時にですね、日本人が助っ人で、集まってきて一緒になってやるような、まあ、流れなんです。でどうやって練習してんだと、どうやって教えてるんだと、まあ、言うとですね、まあ、オフの間とかですね、私今住居バルセロナなんですよ。で、まあ、帰ると、彼らの家に行きですね、定期的に一緒に集まって、練習をし、まあ、この流れで、行ってきているんですね。でここは、昨今、向こうもですね、少しは日本語分かるようになってきましたし、私もですね、まあ、拙いですがスペイン語やフランス語を少し喋るようになってきているというところを含めて、充実してきてですね、作業的にも、いろいろなことがうまく機能するようになってきています。これはさらに発展させて彼らを日本のスタッフにし、こっちへ連れてきてですね、住まわさせて、次へつなげていこうかななんて、それぐらい考えています。はい、だから、村瀬さんが言っていただいたようにですね、まあトップではありませんが、我々の、まあ、スタッフのレベル、このチームワーク、こういったものが、今年はさらに、まあ、アップデートできたなというふうに、まあ、考えています。はい、ありがとうございます。2019年の前半、惜しいレースを落とした結果になっております。で年が明けて2020年を迎えました。本来ですと4月にルマン24時間レースが開催される予定でしたが、まあ、ご存知の通り新型コロナウイルスによってレーススケジュール、まあ、2点3点しました。で最終的には先ほど申しましたように8月の29、30、で無観客での開催というふうになりましたけれど、その間の、まあ、ヨーロッパの様子並びに無観客で開催されました、ルマン24時間、まあ、これは史上初めてということでしたので、その辺のところをお聞かせいただきたいなというふうに思います。はい、無観客は嫌ですね。寂しい。まずですね、まあ、皆さんルマンに行かれたことが、まあ、ある人は少ないと思うんですが、あれ感動しますよ。まず国歌がかっこいいですね。で大体スタート前にですね、やっぱりみんながスタンドが揺るぐぐらいの、まあ、怒号のようなですね、まあ、声で、まあ、みんなが歌うんですね。でそれからレースが始まっていくんですが、そういうのが全くなかった。当たり前ですね、無観客なんだから。で、大体その観客がですね、楽しみ方を知ってましてね、火焚くんですよ。まあ、鈴鹿じゃ考えられないですよ。で、火焚けるようにですね、もうわざわざ廃材が置いてあるんです。キャンプファイヤーみたいにできるように。で、そこで、ゾンビのごとくですね、ベロベロのドロドロになってですね、一晩二晩ってのたうちまうんですね。これはもうちょっと恐ろしい世界ですよ。私が最初の頃にルマンに行った時にですね、観客席の方に行こうとすると、お前コルクを持ってけと、これはブーって言われますかね、ヨリュウさん。なんだって言ったら、鉄の穴にしてけとお前危ないぞと、お前日本人で可愛く見えると、だからこれを持ってけって言うんですよ。まあ、冗談も半分入ってるんですが、でもそれぐらい向こうのファンはですね激しいし、
怖いです、はい、でそれがなくなったんですよ。まさかそんな風になるとはね考えられなかったし、ただ、落胆するよりもですね、レースができた喜びの方が大きかったですね。まあ半年1年もう沈黙して、まあ、8月のレースが今年最初のレースだったんで、そこまでずっとこの CDR をですね、チューニングしてしたためていたんですね。だから、まあ、悲しい部分もありましたけど、まあ、レースができる喜びの方が大きくて、まあ、その段階で、臨みました。はい、ありがとうございます。今、まあ、したためたというふうにおっしゃっていただきましたが、あの新型 CBR、導入されてから辻さんご自身も、市販モデルを、乗られて、マシンを詰められたというふうに聞いております。で、そのあたりちょっと遡りますけれど、あの先ほど、バルセロナにお住まいということでしたので、はい、まあ、ロックアウト、ヨーロッパのロックアウト、そういったところはですね、まあ、お話を聞くところ、まあ、ギリギリセーフで間に合って日本にお帰りできたというふうに思、お聞きしておりますけれど、あのその辺のところの、まあ、苦労話なんかをお聞かせいただきたいなというふうに思っております。はい、3月のですね前半に日本に帰ってきたんですね。コロナで大変だと。これはですね、前半、まあ、ちょっと曜日まで見れば分かるんですが、金曜日だったですね、子供が学校に行って、その昼、ちょうど昼になるぐらいですかね、なんか街がね、ざわめき出すんですよ。皆さん、多分経験されたことないと思いますが、ちょっと異様な雰囲気になるんですね。人口も少ないような州、まあまあ、バルセロナ州ですが、私がいるところは、まあ、三重県でいうと鈴鹿市みたいなところでですね。学校に送ってきました。ところがですね、普段はないような交通量になり、まあ、あるところはもう学校にから子供が帰ってきてなんかざわつき出す。これ何かあるなと思ったらロックダウンですよ。そこから、もうピタッともう外出禁止、すべて企業も学校も何もかも閉鎖、出ちゃダメなんです、散歩も何もかも。今までですね、だいたい終わるとバール行って一杯飲んだりとかいろんなことがありましたけど、そういうこともなしで、戦車は走ってませんでしたが、装甲車みたいなものはしょっちゅう機関銃を持った兵士含めて、警察官なのか私には判断できないんですが、街を確保して歩いてるんですね。で、マスクしてないとかですね、出てると、もうそれで罰金です。こんな経験はですね、まあ、私もそこそこ、まあ、人間やってきてますけど、まあ、初めてなんですね。で、その状況になってですね、あ、これはまずいなと。日本も必ずおかしくなるし、実際レースやるためにはですね、お金が必要だし、組織が必要なんで、あ、会社を守んなきゃいかんと思ってですね、すぐもう飛行機を取って、日本に帰ってきたんですよ。それは何だったら資金繰りとかですね。次の手を打つために、まあ、準備するのに急遽帰ってきたんですね。そしたらだんだん、まあ、あの日本もまあひどくなったというかですね、落ち着いてきたというか、まあ何でしょう、この違い、同じコロナですけど、まあ、その片っぽは全面禁止 でなおかつ、こっちに来るとですね、まるで天国みたいな思いだったんですね。出るのも食べるのも何するのも。マスクされてる人はちょっと多かったですけど、で今がだいたい1日5万人って言われてるんですよ。でしかし何にも変わらないです。変わらないっていうのは何だったら、マスクしてる人はいますが、確かにもう一回ロックダウンで、まあ、バールやレストラン閉鎖になったりなんかしてますが、ご存知のようにルバンをやりましたし、うん、外出は禁止じゃないし、学校は普通に行ってますし、でこれが今後進んでいくんじゃないですかね。で逆に日本はもう閉鎖でやめで、まあ、どっちかというと中止でみたいな格好が、そんな大したことないのに進んでるなぐらいの、まあ、感覚が、まあ、ありましたね。それぐらい、まあ、ひどい中で、やったレースでした。ありがとうございます。まあ、そういうひどい、ロックダウンの、状況を、まあ、振り抜けて言っているのかどうか分かりませんが、日本に戻られて、日本に向けてマシンの開発をされていました。
RR1000、RRR の素性とかについて藤井さんから語っていただけますでしょうか。はい、現実ですね、昨年の8歳の時にこれでやろうって決めたんですね。見たこともないし、触ったこともないし、詳しい話は聞けてない。まあ、しかしですね、まあ、新しいのが出るという段階で、普通はですね、先ほども言うようにボルドールで、使ってもないものをいきなり24時間走らす、こういう板でこういう失敗があるので、前年使ったものや実績にあるものを使うっていうのがセオリーなんですよ。我々成功したら、一つとしてですね、そういう積み重ねてきたものを使ってきたというのが成功してきた理由の一つなんですね。ところが昨年ボルドールでその失敗したというのは、現行機種の使ってもないものをいきなり使ってしまった。で、またじゃあ新たなものを投入するのか、もしくはですね、旧型で今年やるのかという選択を迫られる場面がありました。しかし、うちのチームはですね、うちの会社の中の話をしますが、みんなが口揃えて旧型を使おう、去年までですね、まあ、そう言ったんですが、僕はそこを押し切りましてね、いや違うと、今度は違うぞと、本気になってやってると、ちょっと変えただけじゃないと、ね、いかんせんあいつが作ってんだと、まあ、いう話含めましてですね、もうこれにかけようと、もう運命かけようというぐらいの思いでやることを、本田さんと握りました。自分の意思でやる、その段階で、もうファクトリーマシンは使わないと、我々これを開発しですね、これをみんなに渡すんだと、まあ、そういうことを決めてですね、一つずつ積み重ねてやっていったのが、逆に言うと、こういう言い方は失礼かもわからないですが、コロナのおかげで、加速しましたね。レースが4月にあるというのが8月に伸びたんですよ。だから4ヶ月間プラスアルファで開発期間ができた。これは我々にとっては大きかったですね。はい、ありがとうございます。そういう状況でマシンの開発を詰めて、まあ、今回のルマン20時間レース、2度目の優勝になります。まず率直に、まあ、ルマンを勝つということは実際にとってどういうことなんでしょうか。お聞かせください。8体勝ちました。で、いろいろなレースも、まあ、勝たさせてもらった、まあ、勝ってきた、うん、でもね、ルマンは違うね。ルマンがすごいとかって、まあ、そういうことを皆さんに言いたいわけじゃないです。でもルマンは違いますよ。あれが好き、うん、であそこで会う人たちがいるんですね。1年に1回だけ、うん、これはちょっとやめれないね、うん、来年もやります。ありがとうございます。まあ、ルマン20時間2度目の優勝、はい、まあ、特に、先ほど話にありました新型 CBR の、開発に詰めてということでありましたけれど、やはり今回の新型 CBR、RRR、一番の特徴はどこだというふうにお考えいただきたいなっていうんでしょうか。はい、皆さんこんなものがですね手に入る、こんなものが自分たちの間近にこうあるということの幸せを感じるべきですよ。なんだかんだって言ってバイクや車、まあ、そういったものに携わって集まってる人たちじゃないですか。これをねゼロから作るなんてね、そんなのできない。あるからそれに対してああでもないこうでもないって言ったりですね、ちょっと変えたりということはできてもですね、まずここでその神様が何か与えてくれたような、そんなもう贈り物してくれたぐらいの、マシンですよ。でここをですね、まずそのベースに戻って、うん、みんなが実感をかみしめてですね、もうよく言うんです、バイクは何がいいんだって聞かれるんですね。まあ、僕はバイク一筋っていうのを経営にしてる会社なので、オートバイ乗るか乗らないか、乗らないやつは人間じゃないか言い切ってるぐらいですね、もうはっきりしてるんです。付き合わないんです、もうその世界以外は行かない。でそこにですね、このホンダさんがですね
こんなものをプレゼントしてくれたっていうぐらいの衝撃なんですね。これをいかにこう使っていくか、いかに表していくかっていうのが、まあ、我々がやることで、まあ、大事なことで、まあ、この一つとして、まあ、ルマンっていう舞台を使ってですね、まあ、ちょっとはお役に立ったかな、なんて、そんなふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ、この優勝が、新型 CBR RRR にとって、まあ、初めての世界選手権優勝というふうになりました。そういったところは何か意識されたところはありますでしょうか。まあ、別にね、名前を言ってもいいと思うので、 LPL の石川さん、この間全日本の時に来てくれてですね、よし、じゃあ土曜日飯食うよって、まあ、2人で食う予定がちょっと増えてですね、何か僕の大事なワインを飲んだ人が後ろに座ってますが、2人でですね、4、5本開けましたね。で、大体これもさっき待合室で話したんですが、普通みんな集まるとバイクの話するんですよ。ああでもない、こうでもないとかですね、エンジンがとか、やれ、何がとかですね、一切しないです。具体的な話を。それぐらい、やつも嬉しかったんでしょうし、私も嬉しかったし、まあ、人の見たいなって思ってたし、まあ、それをやらせてくれた、まあ、一つの思い出であり、まあ、これから来年、まあ、何が何でもチャンピオンを取るんだなという、まあ、そんな覚悟でいますね。はい、ありがとうございます。まあ、ルマン2度目の優勝を経て、シリーズランキングも2位ということになりました。まあ、逆転でのやはり2度目の世界チャンピオンを目指して挑んだエストリームですが、まあ、残念ながら2位ということで、最終ランキングは3位というふうになってしまいました。もう本当にトップから 24.53 の2位でしたが、まあ、残念ながら今回逆転でのチャンピオンは、まあ、叶わなかったわけですけれど、最終戦のエストリームを少し振り返っていただけますでしょうか。はい、これはもう本人が言うので間違いないですが、もう眼中になかったです。もうルマンで全て。そこまでしかもう我々体力も自力もなかったですね。もうルマン一本に絞ってやったと言って、もう過言でもないです。だからエストリーのことはとてもじゃないけど考えてられなかった。その後にですね、本来だったらボルドールがあって、鈴鹿が最終戦で決着つけるぞとこういうふうに考えてたんですよ。で、チャンピオンシップを争うと。ところがですね、まず鈴鹿が蹴座ったでしょ。まあまあ、ちょっとね、言い方だと思う。ブーって言われるので、まあ、その後、ボルドールがなくなってしまった。まあ、しかし、EWC がですね、エストリル作ってくれた。エストリルってね、行くの大変なんですよ。パリから3000キロ。トラック、規制がうるさくてですね、やっぱ80キロしか出せない、90キロしか出せないっていう中で、で、1日何時間しか運転できないとかってありましてね、で、もちろんそのルマンで走ったので、すべてのエンジンはもう全部パーだし、乗せ替えてですね、調整し直してってやっていくんですよ。まあもうここは、極端なこと言うと、行き当たりばったりでも、消化試合ぐらいのつもりでも行こう。みんなコロナかかんないで無事に帰れたらいいね。もうそれぐらいの思いでいこうというぐらいのところで臨んだので、まあ、ちょっと申し訳ないなと、情けないなとも思いますが、もうあそこは総合力の力不足ですね。だから残念だったけど、ここはもう準備できませんでした。そんな中での2位で、まあ、4つに、まあ、当たり合ってですね、勝負できたので、これも来年にはつながるなと思ってますし、まあ、来年の楽しみにしてください。はい。はい、ありがとうございます。今もお話が出てきましたが、まあ、ボルドールが中心、まあ、実際にとってはやっぱり、ホーム、ペースになります。鈴鹿8時間も、11月になり、さらに、まあ、会社が中心になりました。その辺のところの、まあ、お気持ち、もう少し聞かせていただけますでしょうか。人前で喋るのはですね、あんまり、うん、うまくないというかですね、表現力がないというか、この間も日曜日レース、全日本がある前日にですね、荒木っていう専門で飯を食ったんですね。で、彼はもう定年だと。
という話なので、同じ年なんですよ。同じ正和なので、仲がすごくいいわけじゃないです。むしろ、けなし合ったぐらい仲が悪いぐらいあれなんですが、さっきのコロナの話じゃないですが、フランスはフランス人を守ろう、スペインはスペイン人を守ろう、スペイン人のために開催しよう、フランス人のために開催しようとかですね、そういうのがもうはっきり見て取れるんですね。ところがですね、私は日本人で、日本のチームで、MFJ で登録しててですね、しかしですね、この国になると公平さとかですね、均等だとかですね、やれみんな仲良くとかですね、そういうふうになるんですよ。ルヴァンがやるやらないっていう瀬戸際の時にですね、お前ら来ないんだったら構わないよ、俺たちやるから。世界選手権で。中には事情によってですね、来れないような国や来れないような人たちがいらっしゃるんですよ、やっぱり。しかしそんなことはもう全く関係ない。来ないのはお前たちの自由だ。で、俺たちがやる。ってやるんですね。これは鈴鹿は誰かに文句言うわけじゃないですが、みんなが来れないからやめる。藤井のためにやるって言ってほしかったですよ。日本のために。本田チャンピオンにするんだと。これなんかおかしいですか？我々日本人で、日本国民でですね、日本を応援してるわけじゃないですか。最後のチャンスだったんです。だけどそれがもうものの見事に、さっき言ってるんですね。まあ、戦う場がないので、戦いようもないし、まあ、最後の勝負できなくなっちゃった段階で、まあ先ほど言ったようにですね、エストリーに変わるんですが、もうちょっと力尽きたような、仮に勝っても、だから結果が示すようにチャンピオンにはなれませんでしたね。うん、だからぜひ来年、まあ、誰が頑張るのか、どうなるのか分かんないけど、やってほしいですよね。もう盛んに逆らって日本だけでやったらいいじゃないかと。全日本8時間って言ったっていいし、イベント8時間って言ったってやろうぜと、こういう話はしました。まあでも結果できなかったので、まあできなかったって前例が残ってるから、来年もこのままいくとないのかなというふうにも覚悟はして計画をします。はい、ありがとうございます。まあ、すでに、来年の鈴鹿8大、カレンダー発表になっております。まあ、2021年の話になる前に、まあ、もう一度改めまして、2019、20年シーズン、まあ、4レースで戦っていきましたけれど、シーズン全体に振り返って、どういった年だったでしょうか。まあ、なんといってもですね、60超えて、これやってるわけですが、60は鼻垂れですよね。まだやっと少年か青年になったかなぐらいの感覚なんですよ。昨日は日渡しとね、アレスタイチの松原さんと、アクティブ上田さんっていう人と一緒にゴルフを最後酒飲んで帰ってきたんですが、よし、じゃあみんなでまた来年に向けてやろう、新しいチーム作ろう、ね、面白いことやろう、そういう運気やそういう流れってあるんですね。で、振り返りなので、何が言いたくてこれを言ってるかというとですね、今年やりました。で、このコロナ禍でもですね、これ見てもらったようなトロフィーを取って帰ってきました。で、やればね、できるんですよ。まずやる。みんなで。日本にはね、みんなありますよ。こんなバイクだってプレゼントしてくれてるし、サーキットもあるし、マニュアクチャラだってみんないるじゃないですか。安全や安心に対してって、この国が世界一ですよ。そんな中でね、できないなんていうのはね、やる気の問題だね。今年振り返ってですね、そういうことが実感できたし、そこを打ち破って、次の新しい世代のヒーローを作っていくっていうのが、皆さんと共にですね、やっていく大事なことなんじゃないかななんて、まあ、思う年でしたね。来年に向けて頑張ります。はい、ありがとうございます。
そういった中、いろいろ、レースに関わるお話を聞かせていただきましたけれど、ただここで改めて、藤井さんにとって耐久レースの魅力って何なんでしょうか。はい、人生です。言い切れますね。やっぱりね、終わった瞬間、もう僕にとっては耐久レースっていうのは人生そのものですね。まだそれを語るのは100年早いなと思ってますが、その実感が得れるんですよ。これからもやっていきます。ありがとうございます。そういった人生そのものである耐久レース、そういった中でやはり勝利をつかむ上で一番大事なものは何なんでしょうか。はい、一番大事なものは何と言ってもライダーです。マシン、チーム、この三角形がですね、限りなく正三角形で大きくできるかどうかで、チャンピオンを取れるか取れないかが、決まると、いうふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、今ここまで、2019-20年シリーズを振り返っていきました。ここで一旦ですね、ご来場いただきました皆様の質疑応答を受けたまりたいというふうに思います。質問がある方、挙手にてお願いいたします。その際には、本社名、お名前を頂戴したいと思います。それではお願いいたします。はい、中村さんお願いします。結果男中村です。こんにちは。どうも。藤さん、4月に配属予定で、実際に8月まで連れ込んだので、それ4ヶ月がちょっと開発期間のプラスアルファになったって、はい、走る機会、走ってテストする機会とかあったんですか。直接はですね、先ほど言ったように我々外人チームと国内チームと分かれて、国内が開発要員で基本的にやってきてますので、外人を日本国内に入れるってことはできないんですよ。だから直接我々運営はできませんでしたが、全日本選手権を、行っていただいたおかげで、で、日本の JSB 関連を含めて乗っていただいている方は、ほぼほぼ TSR のパーツを使ってもらってるんですね。で、サスやブレーキもですね、同じ流れでやってきていただいているので、そのテストをですね、活用させてもらいました。だから現実、我々が直接走らせてるっていうことはなかったですが、まあ、小原のところや、茂木さんのところやですね、そういうところがたくさんやってくれたので、そこはもう確実に一歩一歩、ステップアップできましたね。今の渋谷線グラフの、レース仕様っていうのも、TSR が開発リードしてるっていうことでいいんですか。そうですね、皆さん我々のものを使ってくれてるので、そういうふうに言い切っていいんじゃないですかね。僕はその海外で走行テストとかもできなかったっていうことで、できなかったですね。終わりました。ありがとうございます。はい、続きましてご質問ございますでしょうか。あ、お願いします。東京ジーンズスポーツの佐藤です。これまでたくさん記憶に残るレースをされてきたと思うんですけれども、 BWC の中で一番印象に残っているレースがあったら教えてください。案外ですね、終わったものに対して、ああでもない、こうでもないっていうのは、どうにでもできるじゃないですか。実はこういうふうに考えてたんだ。本当はこういうふうに思ってたんだとか、終わったことですから。で、やっぱり一番、その強いて、あげるとしたら、今年大変だったんですね。それはレースというよりですね、僕は戦争の経験がないですから、まるでなんか日本から見放された日本軍みたいな感じが、孤立した感覚が今年ありましてね。普通我々 FCC、TSR、ホンダフランスという名前で戦っているようにですね、日本代表だと、日本のマニファクチャーが日本軍を引き連れて戦うんだと、こういうような流れでやってきたわけですよ。サスペンションのブレーキとかですね、いろんなタイヤとかですね、含めて誰一人来ない。みんな出張禁止。
だからその部分を現地で集めてフォローしなきゃいけないんですね。でそういうちょっと余分というかですね、今までやったことのないような孤立した状態で、これも、まあ、さっきも話したんですが、まあ、運よくですね、こうやって勝てたからいいですよ。見てくださいよ。これで勝てもせずに誰かがコロナにかかってですね、もしくはちょっと重症になったり、下手すれば何かあって死んじゃったりしたらですね、またニュースですか？勝ったってニュースにならないんですよ。参加したって。でも何かあったら、すぐやり玉にあげられて、テレビ乗っかって新聞乗っかるじゃないですか。そんなバカなことないでしょ。そういうものを実感しましたね、向こうに行って。もうまるでなんか、あの、鼻でこちらに流された、ね、見捨てられた軍隊みたいな、そういう感さえ、まあ、ある中で、まあ、やり遂げてきたんですが、これが一番、ひむさん、大きかったですね。はい、ありがとうございます。続いてのご質問、あ、もっと中村さん、お願いします。もう一回すいません。はいはい。そういう中で、実は今年のルマンっていうのが、結構、僕は鑑賞だったんじゃないかと思って見てるんですか。あの、富士山レース後のコメントで、俺らの時間通りにタイヤ交換してガソリン行っただけだよっていうふうにおっしゃってましたけど、今年のルマンの鑑賞っていうのはどうだったかなと思ってるんですか。いつも勝ちたい。いつもチャンピオン取りたいと思ってやっているんですね。でもね、なかなか取れない。で、実際なかなか勝てない。それが、こんなこと言うとですね、お前なんだって言われるかもわからないけど、すべてうまくいったんですよ。だから今言われているような鑑賞劇に見えるんですね。で、僕はもう本当にもう表裏、もう表裏一体でギリギリだったんですね。帰ってきてエンジン開けたり、まあ、いろんなことをしてもですね、実際経験ないですから、この車で24時間って走らせたことないんですね。本田さん自身だってないので、どうなるかわからない。という中で、だろうで、できるだろう、やれるだろう、思っていることがですね、大概こういうふうに考えると、悪い方向に転がったりするんですよ。しかし、そんなことなかったですね。すべて、いい方向に転がった。あ、これだけ頑張ってやると、神様も、見捨てずにこっち微笑んでくれんだなぐらいの、本当ですよ、青木さん。で、エストリードはそうはいかないだろうと思って行きました。そしたらやっぱりね、ちょっといろいろあって、勝ちも伸ばしたし、うまくいかなかったけど、まあ、ルマンは全部ですね、すべて、何から何まで、うん、うまくいきました。ありがとうございます。お願いします。来年のスポーツは大きいです。ごめんなさい。来年の話、はい、あまり聞けてないので、対戦とか、はい、ゼッケンは3番なんです。ゼッケンは5番ですよね。海外予定なんですね。はい、それは、そこにこだわりがある。去年ですね、我々ランキング2位だったので、2番にしようとしたらですね、まあ、横やりが入りましてね、アクセルが。で、お前らは5番が似合うから5番にしようって感じで。いや、本当なんですよ。で、2番はサードが既得権じゃないですが、ルール上はゼッケン順なんですね。ランキング順なんですよ。まあ、しかしですね、そういうさっき の, あのフランスと日本の国の考え方の違いみたいな、自国を守るわけですから。うん、で、残念ながらここは MFJ では役に立たない。はい、まあ、おっしゃる通り3なんですが、3にしようとすると逆にいろいろ上がるので、まあ、5番のままですね。体制について体制この後を言うんですよね。どうなったんですか。20年まで締めくくったので、あ、なるほど。でその上で改めて2021年シーズンのことについてお話しさせていただこうと思います。はい、はい、ありがとうございます。他の質問ございませんでしょうか。よろしいですか。
ちょっと私の方から聞き忘れましたけれど、はい、音楽ランスということで、まあ、今回、ネットの配信で、ご覧いただいている、まあ、フランスの、まあ、関係者の皆さんにメッセージがあればお願いしたいと思います。はい、もうフランスがですね、よその国の感覚がもうないんですね。東京駅行くのとですね、パリ行くのがどう違うんだっていうと、まあ、あんまりもう困らないし、感覚的に、まあ、特にバルセロナからパリ行くなんていうのは、名古屋から東京、まあ、電車ですけど行く、まあ、飛行機で行くんですが、向こうは、まあ、そういう感覚にもなってきているんですよ。で、強いて言えば、言葉が、まだ足りない。で、字が、まあ、はっきりわからない。でもまあ、なんか頼むとか、泊まるとか、食うとか、そういうのはあんまり困らなくなってきたし、何か言ってんなとかっていうのはなんとなくわかるようになってきた。だから、まだまだ近づいてくると思うし、僕はフランスも日本もですね、非常によく似てる国だと思ってるんです。だから、村瀬さん大好きですよ。ホンダフランスのスタッフ大好き。はい、ありがとうございます。まあ、ネットで中継を見てるみんなも喜んでるかというふうに思います。藤さん、ありがとうございました。じゃあ、一旦2020年シリーズ、締めるという形で、フォトセッションの方に移りたいというふうに思っております。ルマンの優勝トロフィーとマシーン、藤井さんで、フォトセッションを一応させていただきたいと思います。準備いたしますので、そのままお待ちくださいませ。ちゃんと名前入ってるんですね。嬉しいですね。名前入れてから送ったんですよ。トロフィーの横に立っていただいて、はい、はい、それでは視線の方、センターに、ポーズつけていただいてもよろしいですか。何をつけるそれでは今度おります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。フォトセッションの方を一旦終了させていただき、またバックボードの方を元に戻させていただきますので、もう少々お待ちくださいませ。
それでは皆様お待たせいたしました。ただいまより2021年シーズン感染体制について藤井さんの方から発表していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。もういいですか？はい、じゃあお願いいたします。はい。今年取れなかったチャンピオンでございます。もちろんマシンはこの RRR で、さらにですね、細かいところを見つめて、まだ不満で満足できてないところをですね、このオフの間に、徹底的に見つめて、それからじゃあどうするんだというとですね、世界で一番、走る、テストをするチームになろうと。どっちかというとですね、東西で言うと、やはり我々日本がベースなのでヨーロッパで走るということはなかなか思う通りいきませんでした。しかしここはですね、今ヨーロッパにも西にもですね、拠点がありますので、この西の拠点と東の拠点をうまく活用し東西でですね徹底的に走り込んでやれることを、行い、進めていこうと決めています。具体的に言うと何だったら、まあテスト計画が多分もう帰る頃に出てきてると思うんですが、2月3月にはですね、ヨーロッパ、特にスペインの南の方は割と暖かいんですね。まあ、20度、切るようなことはあんまりないです。だから向こうで、徹底的にですね、走り込んで、実装に近いぐらいの距離まで伸ばしてですね、思ってますし、東はですね、日本ですね。こっちはこれから、この寒くなるまでの間に、やはり、確認及び詰めれることをですね、徹底的に行っていこうと。そういうチーム編成を組みました。もう話していいんですかね。日本人のライダーと、契約をし、今まで通りのライダーの助手、マイク・ディメリオを向こうで採用しですね、こっちはですね、そこに手島監督がいらっしゃいますが、手島さんを、ライダーにはしません。あの高橋祐希さんと、契約しました。で、この間のレース、私見に行ってたんですが、まあ、開いた口が塞がらなかったですね。チャンピオンとって一緒にここで並ぼうと、まあ、思ってたんですよ。そしたらあのスタートしてね、血じゃないですか。でもう思わずですね、どうすんのかなと思うぐらいな、まあ、格好でしたが、まあ、見事追い上げてこうやって一緒に並べることになったんで、まあいいかなと、まあ、思ってまして、先ほど言った計画を実行しながらですね、来年の目的、目標にですね、向けてしっかり取り組んでいこうと思って今日発表させていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは、ライダーを呼び込んでいただけますでしょうか。はい、じゃあゆうき。センターの方、じゃあお願いいたします。お願いします。はい、はい、
写真の方よろしいですか。はい、それでは藤井監督、高橋幸選手お座りください。はい、それではですね、先ほど、藤井監督の方からもお話ありましたけれど、今シーズン新たに、PSR ホンダフランスから、EWC に参戦いたします高橋幸選手、まあ今回決めてというどういうところで高橋選手を採用しようというふうに考えだったんでしょうか。住所が一緒なんですね。それ近所なので、まあ、実際ですね、まあ、それはちょっと冗談もあるんですが、事実もあるんです。ルマン行くまでにですね、最終確認でテストを鈴鹿でしました。まあ、その時にですね、日本人のライダーで乗ってもらいたいと、まあ、思う人を含めて、実際実機の確認をしたかったんですね。でその時に、まあ、ゆき選手乗ってもらってましてですね、実際深い煮詰めまでするという段階じゃなかったんですが、まあ、ね、俗に言うコンパっていうのがお見合いというのかですね、まあそんなもんですよ、一瞬の話で。でも、なんだろう、縁とか運命って僕はね、そういう時に決まると思うんですよ。で、それを、実感できたし、我々としてはですね、さっき言った野望を成し遂げるためにですね、よそがやってないこと、世界一っていうのはね、えっちゃらしにも負けちゃダメなんですよ。それをね、成し得ようと思ったら、さっきの地球を丸くしてですね、自分のものにすると、これを実現するために東西って言ったんですね。で、なんつったって近くに住んでるんですから、で彼が朝練習してるのを僕は知ってるんですよ。同じ町内会で、その音が聞こえてくる。そういう場をですね、これからは鈴鹿サーキットいろんなところを利用してですね、この線のバイク使ってもらって、やれる組み合わせだなと、うん、で。なおかつ、チャンピオンを取るためには、さっき言った三角形をですね、最大的に効率よく大きくしなきゃいけない。うん、で、ライダーとしての資質は、もうよく知ってるぐらい十分なので、まあ、彼と、プロポーズしました。まあ、話をしてきて、今日に至りました。はい、ありがとうございます。それでは、先ほどまでの赤いユニフォームから青いユニフォームに変わりました、高橋優選手から、一言いただけますでしょうか。まあ、そうですね、MotoGP の経験をさせていただいて、昨年は、ワールドスーパーバイクにも挑戦してきて、まあ、正直僕の小さい頃からの目標は世界チャンピオンっていうのは変わりなく、ただやっぱ MotoGP でも正直ワールドスーパーバイクでも現実的に決まったのではと言ってはいけないんですけど、まあ、難しくで新たな今年からの勝負が欲しいというところで、まあ、全日本で先ほども言いました日本に移籍して、まあ、今後の日本人が世界チャンピオンに乗れるように、まあ、自分のできることっていうことを考え始めた矢先に、まさかの藤井さんからそういう言葉をいただいて、まあ、最初はちょっと悩んだんですけれども、でも、このチームには、現実的に見える世界チャンピオンっていうのが、やっぱ見えまして、で、自分の人生の中で、本当にラストチャンスではないですけど、世界チャンピオンになれる可能性、自分の努力次第だと思うんですけど、あるなっていうところから、やっぱどうしてもライダーとしてそうやって声をかけてもらえたし、元チャンピオンチームで今年もチャンピオン争いしてるチームにやっぱ声をかけていただいたっていうのはものすごく嬉しいことでして、まあ、その他のいろんな問題がありましたけれども、皆さんの本当にご好意で、まあ、こういうふうになりまして本当に嬉しく思ってます。やっぱりあと僕以外の2人はもちろん世界チャンピオンになってる2人ですので、正直、本当に自分が足を引っ張らないで、むしろそのチームに貢献できるように精一杯努力して、来年は世界チャンピオンっていうところになってみたいなと思っておりますので、ぜひ、これよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。気になるところなんですが、来シーズン、まあ、全日本 SP 戦クラスの、チャンピオンであり、ディフェンディングチャンピオンとして、全日本の方はどうされるのか、その辺のところをお聞かせいただけますか。
あのマイクもう一本あの監督の方に。ですか。お前も来たらいいじゃん。いいんですか。いいですか。あの藤井さんは僕の師匠でもありますから。すみませんお邪魔します。ありがとうございました。失礼します。全日本にいただいた質問なんですけれども、もちろん今年全日本チャンピオン獲得して、ニコデビーさん、各スポンサーさん、ハボさんもですね、もちろん来年も継続参戦ということは検討にして、今活動していますと。ただまあ、現段階では決定ではないので、そこは発表できないんですけれども、もちろん来年は世界チャンピオンを目指すとともに、全日本チャンピオンを目指していただく体制作りというのを今進めています。はい、そうですね、そうなります。はい、ありがとうございます。まあ、多分あの参加された皆さん一番気になったところであると思いますが、最後になりますが、では改めまして、藤井監督の方から、まあ、来シーズンに向けた意気込みを聞かせていただきたいというふうに思います。お願いいたします。はい。こうやって並んでいるのがですね、我々の意思表示であり、決意表明なんですね。来年ここに、チャンピオンになって帰ってきます。皆さんまた会いましょう。はい、ありがとうございます。では、高橋幸選手、最後の一言、ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。ですね、先ほども言いましたし、今、藤井監督の方からも、来年ここでという言葉がありました通り、有言実行できるように精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではですね、改めて、一旦こちらで、取材者の方は、終了させていただきまして、フォトセッションをマシンと絡めた形で再度フォトセッションをさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。じゃあちょっと準備いたしますので、お待ちくださいませ。
ありがとうございました。それでは以上をもちまして、TSR ホンダフランス、FCCTSR ホンダフランス、ルマン優勝報告取材会を、終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。